月1日元旦でございます。だいぶお寝坊しましてね今イオンでございます。もうと1時も過ぎてるよはい、はい、今から福袋残ってたら買います。残ってるかな。残ってる。まあでもそんな激戦の福袋を買うわけでもないのね。激戦の福袋を買うわけでもないので、あの残ってたら買うという緩い感じで来ました、ね、去年イングファースト服で買ったんですよ。そうだから今年もイングファーストの福袋を買いに来た感じかな。そうです。だからそれだけとりあえずゲットできれば、あとは雑貨とかね、よく買って。イングファースト早く早く行かなきゃ。最近ね、なんかスポーツ用品好きで。そうね、なんかカジュアルな服も好きだよね。早っ。ね、これ可愛くない？可愛い。安いね、セールだ。あ、可愛い。チェック、チェック。どれ？あ、これも可愛い。あ、これ可愛いね。アルジラブトキジェニーはお友達が多いと。多い。確かに。イングファーストはいいよね。いいじゃん。いいよね、めっちゃいい。もう一応セールも始まってるから安いことは安いよね。まあね。あ、みんな50%オフだった。やっぱママ好きだな、こういうのも好き。でもここにジェニーって思いっきり入ってるからね。うん、タイムセールあって、ラブトキタイムセール。見てく？見てく、一応。何かが超安くなるのかな。これ？うん。中身が見えつく福袋。これ着てるね、ママみじみさんが。え、この上着持ってくる？うん。この上着も入ってるよ。これも可愛い。バッグも入ってる。しーちゃん結構好きそうな感じだね、今年は。どんどん増えてくね、ギョロメグッズ。鉛筆なかったの、今まで。なんか形変じゃない？四角い、かっこいい、うん、止めて。四角なの、わかるかな。四角、四角、持ちづらそう。これも持ってるし、もシャーペン、シーン、写真。すごいね、もうみんなギョロメちゃんじゃん。はい、ギョロメだ、全部ギョロメ。これで鉛筆もギョロメだったら、ほんと全部ギョロメになるね。全部ギョロメ今度目指すんだ。目指すんだ。これのギョロメ版持ってるの。あ、この前買ったよね。これも前持ってて。そうだね。消しゴム持ってない。この辺。消し、あ、これギョロメじゃない？これ買ってこ。これがいい。え？うん、これがいい。ね、もしこれ欲しい、これ。これ？あれ持ってたんじゃないの？こっちが持ってる。あー、ちっちゃい方がいいの？ちっちゃい方がコンパクトで可愛い。耳のためにね、プーさんの、ね、福袋を買いました。2000円。で、しほちゃんは？あ、さっきのね、ギョロメグッズ。そう、ギョロメグッズを買ってきた。うん。あ、そうだ、クレアーズも行きました。クレアーズ、クレアーズだと撮影してなかったけど、いっぱい買ってきた。これさ、ラストワンのイヤリングの福袋ですよね。と、これ単品。うん、これ単品。これが、ポーチとかが入ってる大きい福袋。ね、あとで前々回買ったよね。うん。
買った。明日開封しましょう。すごいことになってる、福袋が。あーやばい。ひまちゃんの好きな本ね。じゃりみちゃんがさ、ボルダリングやってるから行こっか。うん、どうでしたかボルダリング。楽しかった。楽しかった。ずっとやったもんね。1時から2時間ぐらい。元旦からボルダリング。ミニプーポンのね、福袋買った。いい、可愛くない。中身はお楽しみでございます。見てくださいこれ。なんかこのキーボードが全部白黒になってるってこと。前も白黒だったけど変えたの。見づら、見づらくない。見づらくない。リミもするの。幼稚も。白黒愛がすごいですね。白黒ラブだから大丈夫、優雅な。かわいい。ララポート来ました。人が多いです。多いね、うん、移動してきました、はい、幕張のイオンから船橋のララポートめっちゃ混んでるね。混んでる、めっちゃ混んでるね。道路も混んでるね、ま、もう駐車場も満員でした。やばやば、イングやば。多分ね、デジマツだねこれ、うん、やば。福袋も完売だって。やばいね、ね、ここかわいいよね。ママこういう服大好きなんだけどね。福袋も残ってる。かわいい。来ました、ピンクラテ。ピンクラテ。かわいいよ。すごい。もっともっと行きたい。帽子もさ、なんか似てるから、エンチャンメンで買ってて。そっか。買ったじゃん。ローファーみたいな。すごいね。今週の人気ナンバーワン。これ人気ナンバーワン。あ、でもこれ紐がなんかうまく結べなそう。あ、リボンのあるじゃん。かわいい。しょうちゃんが言ってたこのリボン。かわいい。あ、これ疲れないんじゃない。こういうなんかまっすぐになってる厚底。結構慣れてる。そっか。でもかわいいかも。ハウスがあるけど、次はウィゴです。買わなくてよかったね前ね。ね、買わなくてよかった。可愛 い、これ襟、ね、が可愛 い。そう、可愛 い、うん、これ取れるんだよね。あ、取れるんだ。だから着回しがしやすい。これもね、可愛 いと思ってた。本当だ。何が違うんだろう。色が違う。あ、そうなんだ。本当だ、色が違うんだね。スリーコインズ。はい、マニキュア12点、うん、これ、うん、これマニキュア12点、ネイルパーツ3点。これ、ね、これとこれどっちがいいと思う。わかんない、選んで。そう、あ、アクセ。アクセ6点。どれがいいと思う、これ。
あ、見えないの見えない。次雑貨。雑貨は4点。4点入ってこの値段。どれがいいと思う？選んで。ちょうどと真ん中からいい。そうだね。それにしよう。買ってこようちゃん。うん。東急ハンズ。さっきね、ほのぼのちゃんとね、パパさんに会いました。びっくり。ね。まさかここで1日に会うとはね。はい、ウイゴーの購入品はこちらにしましたね。上がこんな感じ。ちょっとバッグが白だからあれだけど、で首元がね、そうこれね、黒のね、ひらひらで、これは2990円だったのが1000円セールで1990円になってました。1450円だった。え、1450円になってたよ上。そっか、うん、もっと安かった。すごい安かった。1590円。ごめんなさい。なんか5日間ぐらい特別みたいな。そうで、この下のスカートが、うん、こっちが1000円引き、こっちが1990円ぐらいが、そう、2990円が1990円になってます。で、ララポートの船橋にしかないとか言ってたよね、この辺じゃ。ララポート東京ベイ本店、うん、みたいなって言って、お店の人が言ってました。お嬢ちゃんこういうね、スカート大好きなんですよ。ベルトがついてるやつ。ベルトついてて、このひらひらの流行りのスカート、うんうん。あ、そう、それで上の中のやつは別になってるので着回しができるんだよね。そうなんです。これ1枚ものなんですよ、中の。そう、これ、そう、これだから他の上にも合わせられるというね。はい、あ、それ、そうだね、そこ出しても可愛いかもね。可愛いね。うん、袖にちょっとチラッと見せてる。うん、可愛い。あ、いいじゃん。はい、それで靴も買いましたね。買いました。はい、靴がこちら、これこんな感じです。今流行ってるでしょ、こんな靴。こういう靴。そうなの、流行ってんの。流行ってるでしょ。もうずっと欲しかったね。このヒールがちょっとあって厚底になってて、で本当はね、まあ紐じゃなくてもいろいろ迷ったんだけどね、ローファー型の感じのやつとね。そういいんじゃないですか。かわいいですね。はい、以上。はい、 あとついでにイングファースト、イングファーストで福袋以外にも1個だけね買いました。今セールだからね。もう何色っていうの、これ赤、朱色っていうのかな、鮮やかな赤っていう感じ。こういう感じ。そう、かわいいよね。もうパッと目を引くような洋服に、ね、これに本当黒のスカート、うん、今のちょっともうちょっと触って、そう、こんな感じで、ほら、上をねこの赤に変えてもいい感じですね。大好きな感じ。大好き。まあ下が黒ならもう何でも合うんだけどね。こんな感じですね。あ、いいねないですか。かわいいですね。こちらも、こちらいくらだった？値引きで2900円。値引きで2900円ですね、こっちはね。はい、はい、これでも安くなってました。はい、じゃあ本当にこれで以上かな。じゃあ、ね、はい、以上です。グミ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 ペア、サンジーラおやつ。